i8 はドイツの自動車メーカー BMW が製造、販売していたプラグインハイブリッド方式のスポーツカーである。i12 はクーペ、i15 はロードスターのモデルコードである。この車両はコンセプト面で関連のある i3 等と同じくドイツライプツ比にある工場で完成するものの i8 向けの CFRP 部品に関しては 同国ランツフード工場が製造を担当する。また、上高ドアには BMW 社で初となるバタフライドアも採用された。CFRP 製ボディの基礎となるシャーシフレームにはバックボーン構造が採用され、バッテリーケースを兼ねると同時にアルミ合金製としたことから軽量、光合成化も実現している。よって、シャーシと ボディが一体ではない。セパレートフレームで一般的な乗用車に見られるモノコック構造ではない。i8 はスーパーカーのようなデザインの車ではあるが、エンジンは 1500cc と小さく、エコタイヤを履く燃費を重視したプラグインハイブリッドカーである。乗り味は普通の乗用車であり、初心者でも簡単に街乗りで使える車となっている。 デザインに見合うスポーツカー的な演出として、アクセルを開けるトロク気筒エンジン風の電子音が、室内のスピーカーから流され、車体下にあるスピーカーからも周りの人にも聞こえる。仕掛けがついている。パワートレインは、基礎構造がミニと共通である1.5リットル直列、3気筒の新世代、モジュラーエンジンを、リアミッドシップに乗せており、フロントには、電気モーターを配置する。 プラグインハイブリッドシステムが搭載された。これに6速 AT が組み合わされ、システムトータル出力は 362PS、トルクは 58.1Kgm を発生、4.4秒で時速 100km に達する。また、最高速は時速 250km。モーターのみで最大 35km を走行可能としている。 この車両の市販化にあたっては、コンセプトカーが2度披露され、市販型の i8 もおおむね外形を踏襲している。BMW Vision Efficient Dynamics 最初のコンセプトモデルは、BMW Vision Efficient Dynamics として、2009年9月に開催されたフランクフルトモーターショーにおいて発表された。パワートレインには、3気筒ディーゼルターボエンジンとフロント用、リア用の 計二つのモーターを組み合わせた、プラグインハイブリッドシステムを搭載。エンジンは、ディアークスル前方、いわゆるミッドシップに搭載し、システムトータルでの出力は 356PS、トルクは800ナノメートルと案内された。ポリカーボネート製のカルーイングドアを採用している。BMW i8 コンセプト2011年、BMW ビジョンエフィシェントダイナミクスをもとにより、 市販仕様に近づけたコンセプトモデルとして BMW i8 コンセプトが発表された。アルミニウム製のシャシーにカーボン製のキャビンを組み合わせガルウィングドアを採用。前輪はモーターで駆動し、後輪はミッドシップに搭載された1.5リットルの3気筒エンジンで駆動するプラグインハイブリッドとなっている。2011年9月に開催のフランクフルトモーターショー。 ついで12月の東京モーターショーに出展された。a b サステナブルマニュファクチャリング、BMWi の生産から、持続可能なものづくり24ページ目 Web 区グ、BMWi8、試乗機、3ページ目、BMW 環境対応の切り札、i8 市販モデル発表、PHV スポーツ。 http://response.jp/.article/.2013/.09/.10/.206058.html2013 <ッ> ht 年11月11日へ閲覧。BMW Japan、BMW グループが提案する、持続可能な次世代モビリティ、BMW i3 及び、BMW i8 を発表。 http://news.bmw.co.jp スラッシュプレススラッシュ2013スラッシュ11スラッシュ 13a.html2016 年3月26日閲覧。ドバイ警察が BM I、BMW i8 をパトカーに採用。イデアウェブツールズ、自動車とテクノロジーのニュースブログハット BMW i8 にレッドカラーの特別限定車。 創立100周年記念モデル第7弾、2200万円レスポンス、レスター会長、大盤振る舞い。選手たちに BMW を、プレゼント、フットボールチャンネル。 http://www.fotballchannel.jp:/2016/08/06/post168011/2016 年8月6日閲覧 ?BMW ビジョンエフィシエントダイナミクス https://www.press.bmwgroup.com <ersch> ス,スラッシュジャパンスラッシュアーティクルスラッシュリテールスラッシュ t 0 0 4 0 3 3 3 j スラッシュ2016年3月26日閲覧 ?BMW ハイブリッドスーパーカー i8 を発表。応答ブログ日本版 http://jp.autoblog.com/.2011/.07/.29/.bmw-i8/.revaled/.2016 年3月26日閲覧。Holo、ーーありがとうございます。